どうもこんにちは、ライムです。はい、ということで今週の神秘の魔石ウィークリー魔石クエストに、はい、挑戦していきたいと思います。先週はねちょっと休んじゃったんですけど、今週もやってきます。うん、まあ内容としてはまあいつもと変わらないので、ですね、はい、簡単なというかまあお遊びですよ。半分も半ばお遊びになってるんですけど、うん、今回はこんな感じのデッキで挑んでいこうかなと。スターライトプラス25で、シオン SP バージョン、これねギルト3っていう、前回のシオン13期間イベントの動画でも やった通りですね、今週はちょっとシオンスペシャルでいこうかなと。まさにこのシオン SP バージョンじゃないですけど、シオンスペシャルでいこうかなと思っているので、でもねこれ結構ガチ、覚醒は結構ガチでガチなんですけど、まあ、何せまあうん、ギルト3っていうとこだし、スキルアビプラだしっていうね。で2枚目がこれが、まあ、記念メダルかな、1回だけ復刻したよね確か、ガチャでノクサス円アクセル円シオン、これがバフなのかな、自分の攻撃力と防衛力を一旦1段階アップ、すごいね、時代を感じる。でこちらが普通のあれですね、ギルトさんのガチャで出てくるやつ、今の限定でも何でもない仕様ですね。はい、でイラカエリと定番ですね。はい、でソラフレンズ2周年イベントバージョン追撃付きと、でスピリットがナミネで、ナミネでアバサモンをコピーしていくというやり方でやっていきたいと思います。ボスは今回シルバーハンマーボディですね。これよくよく考えたらあれだな、ゲージ回復キャラつん、まあ一応ねあのソラフレンズバージョンでできるんで、まあ問題ないかなとは思うんですけど、これね全然これシオン使う意味はないんですけど、全く意味ないですけど、多分いけると思うんだよね。実質これもう、前の3枚全然意味ないんで、3枚抜きっていうデッキなんですけど、要するに。ああ、こんなあれなんだね。エフェクトなんだね。初めて見たかもしんない。今のギルト、最後のギルト3のシオンなんて初めて使ったかもしれない、このゲームやってきて。ああいうエフェクトなんだね。風に乗って遠くまで飛んでいって。たまにはね、一度も使ったことないメダルを使ってみるっていうのもたまにはオツかなと。もうだいぶね、ウィークリーマスギクエストも難易度低くなっちゃったので、相対的にアバ様がちょっと強すぎるせいで。雲だけは本当に厄介でしたけどね、はい、雲とあのバリアマスター出たとこね、あれは本当に厄介だった。あれはたまたま本当に厄介のに厄介なやつが重なっちゃったっていう感じかな。遠くまで飛んでいく、異様に難易度高かったよね、あれだけ。皆さん今週そういえばあれやってますかね、ユニオンクロス。なんかどうもすごく敵が強いっていうらしいですけど、まあ先週みたいに個人ルクスの豪華報酬集でもないので、別に特別ルクスが多いとかそういうわけでは一切ないみたいですけど、で今回のね、あのマセキちょっと話が前後しても申し訳ないんですけど、これなんかねこっちにも敵がいっぱいいるんですけど、多分ね道を選べるってことだと思うんですけど、あのこれねこれ右にいるやつら全然戦う必要一切ないんですよね。左にもこうやってボスがいるんで何かなと思ったんですけど、でチャレンジ内容もねノーコンティニュークリアで全ての敵を倒せっていうわけでもないので、これは全然スルー
何のためにいるのかわかんない。謎。謎。なんだろうね。本当なら全部倒せっていうことなのかな。わからないですけど、奴らがいる意味は全然わかりません。ただの配置ミスなのか。はい。で、またちょっと話戻りますけど、ね、ユニオンクロス、今週のユニオンクロス、マルチね、あんまやる、あ、硬い。硬い。硬い。まあまあまあ、あ、まだ焦らなくても大丈夫。あのね、そう、アバ様の本当の真骨頂はここからだから、2ターン持続するデバフだから、ここからだよ、アバ様が強いのは。OK、OK。ちょっとね、これ、シルバーハンマーボディってあれなのかな、なんか、特殊な効果ついたりするのかな。今、なんか下がってたね。なんか表示下がってた気がする。なんだ、何が下がってる。あ、防御デバフだ。防御デバフ3段階だ。防御デバフ3段階されるんだね、シルバーハンマーボディ。なかなかこいつの攻撃食らう機会なかったんで。遠くまで、なるほど。風に乗って遠くまで飛んでいって、はい、強い強い。バーバ様ね、1ターン目だとちょっと防御力が高くて削れなかったですけど、2ターン持続するデバフによってですよ。2ターン目には豆腐ですよ、豆腐。レベル999ぐらいのハートレスならまあ豆腐ですよ。はい。というような感じですね。いやー、そんなお遊びの、あ、そっか。なんでダメージ飛んでんだと思ったらスターライトだからか。なるほど。で、一応ね、これ、スピリットのとこが 2.6 倍、波が 2.6 倍になってますけど、皆さんね、限定メダルとか持ってない方でも、スピリットのランクに関してはね、多分2ぐらいで普通に勝てる、2でも1でも、あ、1はダメだ。1はダメですけど、最低限、2なら勝てると思うので、2ってどのラインだろうね。経験値が、普通のこんな感じの、このメダルでいいのかな、こんな感じのメダルでいけるのかな。あ、いけるね。これだね、普通に。覚醒付きか。覚醒付きの、ギルト3以上。ギルト3じゃなくてもいいのか。覚醒付きのメダルなら何でもいいんだね、要するに。うん。覚醒付きのメダルを6枚入れてもらえばランク2になるので、このランク2のね、ペットで、はい、ナミネなりシオン HD なり後ろコピーするメダルを入れてもらえれば勝てると思いますので、はい、皆さんぜひやってみてください。というような感じで、はい、今回のウィークリーマスキークエスト動画終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。